シュフスカボローのパノラマトバゴ島は、カリブ海はショーアンティル諸島のウィンドワード諸島にあるトリニダード島の北東の約 34km に位置する島。トリニダード島と共にトリニダードトバゴ共和国を結成している。自治権を持っており、独自の議会がある。面積はモルディブと同じ程度で、人口は6万人。 先住民のカリブ族が移定住していたトバゴ島は1498年クリストファー・コロンブスにより発見された。山がちなこの島は貿易風の通路にあたることから航路において重要な位置にあったために1626年から1802年の間にフランス、イギリス、オランダ、クールラントの間で31回も取り合いをしていたが1814年に正式に イギリス領となった。1889年にトリニダード島と共にイギリス領として統合された。1962年にトリニダードトバゴ共和国として独立。1980年にトバゴとは独自の国民議会を開催し、1987年に内政自治を獲得した。百八十七年に内政自治を獲得しているがトバゴ島には、 分離独立の動きもあり、1977年、トリニダード・トバゴの大統領だった、アーサー・エヌ・アール・ロビンソンは、トバゴ島の自治政府を始めるための運動を展開した。これを支持していた、大学教授のウィンストン・マレーが12月31日、トバゴ島出身の兵士ヒューバート・ハケットの助けを受け、同僚たちと共に、トバゴ島の分離派の旗を挙げ、 ファーゴハウス運動というトバゴ島の分離派政党を結成し、分離独立を訴えている発動を展開した。ファーゴハウス運動の名前の由来は、トバゴ島発の政治家 a p t j ェームズの別名、ファーゴの中から。トバゴ島の教区トバゴ島は7つの教区に区分される。長細い山がちな火山島で島の中心から山脈があり、最高地点はピジョンピークである。海岸は、 サンゴ礁に取り囲まれており、ヤシの木が立ち並ぶ美しい海岸である。セントジルズ島とリトルトバゴ島の小島がトバゴ島の近くにあり、リトルトバゴ島では1909年にニューギニア島から持ち込まれた極楽町が繁殖している。主産物はカカオ、コーヒー、木材などトバゴ島は観光産業が盛んでヤシの木に囲まれた白浜の美しいビーチが 観光客を引きつける。様々な人種がいるトリニダード島と違って、トバゴ島はネグロイド黒人がほとんどを占める。公用語は英語だが、トバゴ島独自のクレオール語英語も話す。スポーツではサッカーが盛ん。サッカートバゴ代表というトバゴ島独自の代表チームがある。ABC トリニダードトバゴ2011ポピュレーションハウジングセンサスデモグラフィックレポート トリニダード・トバゴ・セントラル・スタティスティカル・オフィス、P26、http://www.tt.undp.org スラッシュコンテントスラッシュデカメートルスラッシュトリニダード・トバゴ・ドックス・デモクラトック・ガバナンス・パブリケーションズ・タント・デモグラフィック・レポート 2011PDF ・ダウンロード2017年7月28日閲覧 ありがとうございます。